元衆議院議員の首藤信彦さんはですね、ロシアのウクライナ侵攻はもちろん問題だけれども、NATO や米国に誘導されるままロシアを挑発したゼレンスキー大統領の責任もあるんじゃないかということを指摘しててですね、プーチンさんを戦争犯罪人と呼ぶなら、ゼレンスキーさんは戦争誘導挑発人と呼べるんじゃないかというような指摘をして、スープネさんも同じようにですね、ロシアの侵攻はもちろん問題だけれども、一方でゼレンスキー大統領は停戦合意を守らずですね、話し合いにも応じなかったことが原因になっているという責任の一部はウクライナの方にもあるということを言ってるんですが、これと大体似たような考え方なんでしょうか。その双方の言い分を、食い違う言い分を聞いて、その仲介役をするようなことが停戦合意の近道のような気もするんですが、代表のお考えをお聞かせください。ありがとうございます。停戦するっていうか、停戦合意に向けて動くっていうのは、これまで双方のいろんな言い分があるけれども、一旦ちょっと待ってくれと、攻撃をやめようじゃないかと、でテーブルにつこうじゃないかっていうことですね。だから両方のことは一回棚に上げなきゃいけないんですよ。で、そこから両方の言い分っていうものをすり合わせていく必要があるんだろうっていうふうに思ってます。なので、片方だけの言い分だけではやっぱり話は前に進まない。だからロシアがこの直接的にね、軍事侵略っていう部分、軍事攻撃を仕掛けたということに関しては、この件に関してはもちろん圧倒的にこれはロシアに責任がある。当たり前の話です。最も強い言葉でそれは批判をしなければならないこと。ただし、それを止めるためには、双方の言い分をすり合わせるという場が持たれなければならないってことですね。だからこそ停戦合意なんだと。ロシアに対して圧力を強め、で、孤立をさせてってことになっていくと、これは時間がかかりますよ。先ほどの経済制裁の話、から分かるようにですね。なので、やはり停戦合意を、目指すするならば、というのを目指さなければならないという考えのもとに前に進めなきゃいけないってことだと思います。はい。